今回紹介するのは、あやかし奏子、三島屋変調百物語語の続、という本です。嬉しい。でも、寂しい。前作の終わりから、お地下の心の雪解けが進みはるも近いと思っていましたが、今回シリーズ第一期完結編とあってびっくり。前作で和歌先生に言われた通り、 おは自分の意思で黒白の間を後にしましたおちかが幸せになってとてもうれしいでも終わってしまって寂しいです最後のお話はもうおちか視点ではなくなり新たなしに入ったことを実感しましたでもおちかの決断までの展開がちょっと急すぎて残念。おちかがこの3年で親しくなった。 新のーンとそのお仲間たちや黒子の親分さんいつも嫌味なあかりんよりさん彼らがおちかのその決断にどんな反応をしたのか知りたかった謎の商人にもおちかが再び会うこともなかったしそれと角川書店さんホームページの本の宣伝に思いっきりネタバレ人物相関図があってそこにおちかがどうなるかはっきり載せてます つままり結末言ってます。そういう結末になるんじゃないかと前作からの流れでみんな予測はついているとは思うけどそれは読んで自分でたどり着くものでしょう先にわかってしまってすごく残念。大好きなシリーズ宮部みゆきさんの三島やへんちょ物語は大好きなシリーズです早いのものでもう5作目ですね待ち遠しかった発売で。 早速買って読みました。怖い話ありほっこりする話ありのどれも江戸時代だけでなく現代に生きる人々の思いにも通じるお話です。宮部みゆきさんは本当に人のの心を書き出すす。がいいなと思います前作の後半から登場人物が増えお地下の周囲に変化が訪ずれ始めこれからどうなるのかなと思って読んだ本作で急展開でした。 でも嬉しい内容だったのでこの展開から自作はどう進んでいくのかなという新たな楽しみも感じられます別の本での宮部みゆきさんのインタビューで「三島屋シリーズは100の物語まで続ける」とのことなのでまたまだこれから続きを楽しめるのが嬉しいです以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください 今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。